皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですねアニレボやっていきましょう。いやーとっても眺めがいいな。博士どうだ、何か見えたか。いやースティンガーフリー、まさか見張り台としても君は活躍するなんてな。敵がいないんだったらさっさと降りてくれるか、頭のてっぺんがむずかゆいんだ。あ、そうかそうか、悪い悪い、近頃よく敵が攻めてくるからな。あれなんかあそこにいるぞ。あーやべえ、足が滑った痛ってピクピクしてるよ。言わんこっちゃない、すぐ降りないからだ。アキシ、まったく一体何が見えたんだ。なんか黒い人影が見えたんだけど。ははははは、遊びに来てやったぞ。ゲレインボーフレンズのブラックじゃねえか。うん、あれが噂に聞くスティンガーフリンか、かなり大きいな。やいブラック、お前何しに来た。さてはまたラボをぐちゃぐちゃにしに来たんだな。よし、ぶっ飛ばしてやる。いい加減起き上がれアキシ、みっともない。へぇ、舐められたものだな。そんなに望みとあらば戦ってやろうではないか。五体合体バッドフレンズ、久々の登場だ。ゲゲ、バッドフレンズだって、くそー。でもこっちにはスティンガーフリンがいるからな。ごめんスティンガーフリン、俺ちょっとさ足の骨を骨折しちゃったみたいだからさ、戦ってくれ。何をやっているんだお前は。まったく、いけスティンガーフリン、お前の力ならバッドフレンズにも勝っているんじゃないか。よっしゃ、早っ。いや強い、バッドフレンズに勝った余裕で。スティンガーフリン、やっぱめちゃめちゃすごいな。まったく君は一体何をやってるんだアキシ。ああ、アクタージス、手を貸してくれてありがとう。いやー、いてててててて、まさかブラックが攻めてくるとはな。しかし本当にスティンガーフリン、君は強いんだね。その強さ惚れ惚れしちゃうよ。本当に。でもさ、スティンガーフリンはね、瞑想してパワーを貯めないとね、連戦できないんだ。その通りだ。私はまた眠りにつくとしよう。強敵が現れたら起こしてくれ。なるほどね。だいぶここでの生活は慣れてきたけれども、やはり君たちには驚かされる。スティンガーフリンがね、寝ちゃったからな。アクタージス、一緒に見張りを頼むぞ。承知した。僕に任せたまえ。見たぞ見たぞ、スティンガーフリンの実力を。なるほど、そうかそうか。スティンガーフリンをうまく使えば、この基地をひっちゃかめっちゃかにできるかもしれないな。善は急げ。楽しみだ。そうか、バッドフレンズが攻めてきたのか。それは大変だったな。そうなんだよ、スティンガーフリンと一緒に見張りしなかったら大変なことになってたぜ。スティンガーフリン、よく頑張ってくれたな。食事を持ってきたぞ。コインチョコレートだ、食べてくれ。ありがとう、バンバン、アキシ、味わって食べさせてもらうぞ。なんだか大仏にお供え物してるみてえだな。まったくだ、またコインチョコを買いに行かなくてはな。そうだな。まあちょっと俺は忙しいからさ、バンバン代わりに行ってきてくれ。そういうことなら一緒に行きましょう、バンバン。ヒューヒュー、デートしてこい、バンバン。たまには。あ、ああ、それでは行こうか、バンバリーナ。アキシ、買ってきてあげるから4500円よこしなさい。え、俺が払うの？当然でしょ、買ってきてあげるんだから。さあ、早く早くして、払わないと殴っちゃうわよ。相変わらず怖えな、その右手。ああ、行っちまったか。なんかパロも用があるって言ってたしな。みんな忙しいからな。今日ラボにいるのは俺たちだけ。あ、そうか、アクタージェスもいるか。スティンガーフリン、ゆっくり休んでくれ。わかった、そうさせてもらうことにしよう。というわけだアクタージェス、今は俺とお前しかラボにいない。まあでもお前は強いからな、一緒にラボを守ってくれ。承知した。いやしかしスティンガーフリン、かなり大きいな。こんなところまで足が届くのか。いや本当にでかくて強いよ。一体誰が作ったんだろうな。天才すぎやしないか。アキシ、君が作ったって聞いたが。あ、あれそうだったっけ。はははー、参ったな、こりゃ天才すぎるわ。自画自賛がすぎるぞ。ちょっと、ただいま。おや、鍵がかかっているな。誰もいないのか。ん、この声は多分レインボーフレンズのレッドだ。向こうの扉閉めてたからな。ちょっと開けてくるよ。ああ、ああ、アキシは休んでいてくれ。まだ足が痛むだろう。私が行ってきてやろう。あ、そうか、本当に優しいやつだなお前は。じゃあ頼んだぞ。アキシのやつ、一体なぜ鍵をかけているんだ。困るだろう。最近敵の奇襲が多いですからね。
セキュリティ強化のためにロックしてるんじゃないですか？すまなかった。レインボーフレンズのレッドくんたちだったか？はじめまして、新入りのアクタージェスだ。おう。誰だお前は。なんだお前はよ、新入りか？まあ俺も新入りっちゃ新入りだけどな。新入り同士仲良くやろうぜ、こら。シアン、一体なんで君はそんな言い方になるんだ？話には聞いてるよ、シアンちゃんだったかな。よろしくね。なんだこのイケメンはよ、結構タイプかも。惚れてまうやろ。確かにイケメンだね。シアンのお眼鏡にかなうとは、なかなかやるよ君。積もる話は中で聞こう。鍵を開けに来たんだ。遠征で疲れているだろう。ささ、中に入って。もうすまんな、アクタージェス。よろしく頼む。アキシさんの足の容体をスキャン完了。あと2時間ぐらいで完治するでしょう。あと2時間で完治。いやー、アニレボの世界は怪我の治りが早くて助かるわ。それにしてもアクタージェスのやつ遅いな。鍵を開けに行ったはずだけれども、まあ多分レッドのやつらとなんか話してんだろう。まあ初対面だしな。コンピューター、キンダーキングプロジェクトなんだけど。極秘ファイルですね、表示いたします。やはりこの基地のやつらはしょぼすぎる。こうも簡単にスティンガーグリンに近づけるとはな。ふん、どうやら眠っているらしい。早速始めるとするか、さっさと済ませるか。私の力を使えば。何者だ、私の精神の中に入ってくる不届き者が。なかなかの精神力の持ち主だ。誰だ貴様、私の精神世界に入ってきただと。お前はこのラボの最高戦力と見た。利用させてもらうぞ。利用などさせてたまるか。アキシさん、今何か聞こえませんでしたか？うるさいよコンピューター。やっぱり推しの子は面白いな。早く次の話が見てえな。なんだと、アクタージェス、お前見損なったです。当然だろう、君たちに伝える気はなかったんだがな。なぜだ、なぜなんだアクタージェス、なんでお前はキノコの里が好きなんだ。当然だろう、タケノコの里、やはり思考はキノコの里だ。それは我々がタケノコ派だと知ってのことか。どう考えてもタケノコのサクサク感の方が強いです。まあ君たちの言いたいこともわかる。まあどちらかといえばの話だ。タケノコの里ももちろん好きだぞ。そうだよな、やっぱりタケノコの里は美味しいよな。イエロー、シアン、後ろを見てみろ。後ろ？なんなんだ。あれはスティンガーフリン？逃げろ、お前たち、体の制御が効かない。やばいぞみんな、スティンガーフリンの様子がおかしいんだ。よしみんな逃げるぞ。早く逃げないとやられちまうぞ。絶対強いぞ。おい、早くしろ、早くドアを開けるんだ。なんだこれは、なぜかドアが開かないぞ。何をやっているお前たち。諦めろ、お前たちはこのラボから逃げ出すことはできない。おい何やってんだよレッドたち、早く逃げろ。何やら様子がおかしいぞ、スティンガーフリンも完全に操られているようだ。くそ、逃げ遅れやがってあいつら。逃げ惑え雑魚ども。スティンガーフリンは私が乗っ取った。なんという強い体だ。レインボーフレンズたち3体ではこの私には勝つことはできんぞ。おー、レッドにシアン、ブロックに塞がれてて逃げられないっぽいぞ。いやいやいや、何なんだあのスティンガーフリンは。紫色のなんか触手みたいなのが寄生してるように見えるけれども、いやめちゃめちゃ強いなこいつ。いやレインボーフレンズのイエローはすでにやられちゃってるみたいだ。おいシアン、レッド逃げろ、このまま やられちまうぞ。あー、シアンがめちゃめちゃ強いのに、シアンがどんどんと削られていく。スティンガーフリンに対して HP 全然減ってないぞ。もう化け物じみてるな。
なんかさらに強くなってねえかこのスティンガーフリン。あーシアンがやられた。レッド大丈夫か、お前逃げられるか。あーレッドもやられそうだうおマジか、ちょっとやばいぞこれ、やばすぎるぞ。あーレッドやられた。レインボーフレンズたちがあっという間に、なんてすごい力なんだ。なんなんだってんだ一体。スティンガーフリンの周りに紫色のなんか触手みたいのがへばりついてるぞ。スティンガーフリンの体は乗っ取らせてもらったぞこれこそが究極の喜劇だ。あーこの声はまさか、お前ミスティーダーツだろ。スティンガーフリンをどうやって操ってるんだ。スティンガーフリンは精神同調しやすくてな、少しばかり操らさせてもらっているぞこの体はいい、とても強く丈夫だアキシ、ここは拙者に任せて君は逃げるんだ。そんなことできるわけねえだろアクタージェス。私は一人でここで時間を稼ぐ、アキシは助けを呼んできてくれ。いやスティンガーフリンが相手だからな。ちょっと待ってください、私も協力しますよ。おお、この声は大胆なビリー、大胆に剣座、オラ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 、大胆に配置させていきますよ。アキシさん、今のうちに逃げてください。僕らが肉の壁となり時間を稼ぎます。おお、大胆なビリー、ありがとう。スティンガーフリンさん、目を覚ましてください。ミスティーダズなんかに操られないで。ザコがいくら集まろうが、この私を止めることはできない。みんな私のことは構わない、私もろともこいつを止めてくれ。ああスティンガーフリン、お前は潔く操られていろ。よし、よろしく頼むぞみんな。任せるんだアキシ。さて大胆なビリーと言ったか、よろしく頼むよ。誰だか知りませんがよろしくお願いします。ダークスティンガーフリンを止めますよ。うわー皆の者行くぞ。ああくそー、大胆なビリー、ありがたいけど大丈夫かなあいつら。助けを呼びに行くって言ってもな、当てがないよ。困ってるみたいだなアキシ。ん、誰だ。俺が力を貸してやる。お前は大胆なビリー、ただの雑魚だったな。なんだ、少しエネルギーを使いすぎたようだな。なんだか眠くなってきたぞ。やいスティンガーフリン、よくも大胆なビリーとアクタージェスを許さないぞ。ふん、アキシか、今さらお前に何ができる。このスティンガーフリンの体を使えばお前などイチコロだ。アキシ聞こえるか、私の体のエネルギー切れは近い、もうちょっとダメージを当たれば眠るはずだ。くぅ、スティンガーフリン、なかなかの精神力。そうか、この体の活動限界が近づいてきたようだな。まあいい、お前を倒すには十分だ。よし、スティンガーフリンを眠らせて取り付いているミスティーダズを追い出すぞ、メカチェーンソー T-Rex。 任せろ、あいつがスティンガーフリンか、なかなか骨のありそうなやつだな。いや、あいつはクラゲだから骨はないと思うんだけど。行け、メカチェーンソー T-Rex、 俺はここで応援している。お前は戦わないのかよ。よし、メカチェーンソー T-Rex なら弱ったスティンガーフリンを止めることができるはずだ。頑張れメカチェーンソー T-Rex。 あ、吹っ飛ばされてんな。いやこれもまだ見ぬ戦いで、すげえ面白いぞ見てて。さあどうだ。あーでもメカチェーンソー T-Rex の HP も結構削れてるぞ、しかもダウンしている。いやどうだ、ダークスティンガーフリンやっぱめちゃめちゃに強いぞ。わわわわわ、どうだどうだどうだ、接近戦。おっメカチェーンソー T-Rex HP をどんどん削っている。よし、チェーンソーアタックがうまく効いてるみたいだ。こいつの尻尾にもチェーンソーがついてるからな。おっしゃー、なんとかスティンガーフリンが止まったぞ。よし、よくやったチェーンソー T-Rex。 バカなメカチェーンソー T-Rex だと。あミスティダズ潔く出ていけ。わこの私が、この私が、覚えていろ。よし、ミスティダズが出ていったぞ。スティンガーフリンも寝てる。一時はどうなるかと思ったぞ。はい、というわけでですね、今日はですねミスティダズによってね、はい、体を乗っ取られてしまったダークスティンガー、はい、お話に出てきましたね。いやめちゃめちゃ強いですね、普通のスティンガーグリーンより。初号機があっという間に倒されて粉々だ。いやーミスティーダズめちゃめちゃ恐ろしい存在だな。
さあ今日もですね、じゃんけん T レックスやっていきましょう。いきますよ、でか。最初はレックス、じゃんけん何が出てくる。はい、出てきたのは、おーっと見づらい、スティンガーフリンがでかくて、はい、グーだ、レッドロックが出てきました。さあ皆さん、今日もですね、動画を最後まで見てくださって本当にありがとうございます。いや強ダークスティンガー、やばすぎだろこれ。それではまたねー。